こんにちは、どうもひこぼんです、水曜日から沖縄行ってきます。1泊してすぐ帰ってきます。で、今回の目標としてはまずポケモンGO的にはサニーゴゲットです。国際通りなら伝説のポケモンのレイドバトルできるかなと思ってます。チャンスがあったらやってみます。そして観光は食事メインですかね。沖縄は初めてなので今回は那覇市を中心に巡りたいと思います。首里城とか、あとミリタリー的には戦闘機を撮影したいかなと思ってます。あとはまあ気ままに巡りたいと思います。今回の持ち物はこんな感じです。寒くないので防寒具を持っていかないだけいいですね。ただ空港まで行くのが寒いので、それでもうダウンジャケットとか着ていかないといけないのがなんですね。まあしょうがないです。向こうでは丸めて入れときます。で、今回持っていくのはこんな感じです。こちらはガイドブックです。これはもうだいぶ昔に発売されたものなんですけど、このシリーズ結構好きで、いろんな地域のこのシリーズを持ってます。こんだけ買ってます。ほぼ全部いってます。ちっちゃいサイズで便利なんですよね。特に京都なんていうのは活用しまくりでした。今はまあネットがあるのでまあなんとかなりそうですけどね。こちらがチケット入ってます。今回沖縄ツーリストさんで購入しました。まあこの航空チケットと宿泊代金だけです。撮影機材ですね。アクションカムを止めるクリップ、これすごいとても便利です。いろんなところで使ってます。ほんとこれアクションカム持ってる人はこれいいですよ。これはアクションカムのリモコンです。これはジンバル、ここにアクションカムをつけて手ぶれを防止します。こんな感じですね。これはジンバルの予備バッテリー。これはくねくね三脚、まああれば便利かなと思いまして、食事シーンとか使えますよね。あとこれはでかいカメラ、今回は戦闘機を撮影できればいいなと思ってます。予備バッテリーも2つ持っていきます。あとこの間買った充電器、4つポートがありますね。そんでもってバッテリーです。フルに撮影するとこれ1つなくなっちゃうんですよね。だからすぐ宿泊先で充電しないといけません。あとイヤホン、まあ、音楽聴いたり動画を見たりします。で、ウエストポーチは2つ持っていきます、まあ、カメラなんかの機材を入れます。ウエストポーチは本当見た目的にはダサいかもしれませんけど便利なんですよね。すぐ取り出せて。そんでもって GoPro です。まあ、あんま使わないかもしれないけど一応持ってきます。あとポケモンを捕まえるのでモンスターボールももちろん必要です。今回のためにボールも貯めました。で、リュックはいつもの緑のやつじゃなくてちょっとデカめの黒いのを持ってきます。これでお土産も買います。買うかどうかは分かりませんけど、多分予定ではバスを利用して各地移動すると思います。今のところほとんどノー計画なのでどれぐらい撮影できるかよく分かんないんですよね。でも出たとこ勝負で頑張ってみます。というわけで数日動画がアップロードされないかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。帰ってきたら沖縄の動画がバンバン上がるかと思います。では行ってきます。と言っても明日の火曜はまだいますからね。よろしくです。